キリンビールは震災発生後の3月13日から横浜工場の自家発電設備をフル稼働し、ビールの生産で余った電力を東京電力に供給しています。天然ガスのガスエンジンで発電した1万7000キロワットのうちおよそ1万キロワット3300世帯分の電力を現在も提供し続けています。横浜工場は2007年から自家発電で全ての電力を賄っているということです。実際には2台で製造は大体賄えるんですけれども、今は少しでも多くということで3台フルに24時間回してます。まさかこういう形でですね、ビール以外でこういうふうに貢献できるとは思いませんでしたけど。